リクエストにあった料理動画をやりたいと思います。コンビニで買うもので簡単にできるので、ぜひ皆さんもやってみてください。一周さーっと、じゃーん、完成です。5キロぐらい痩せたので、これ料理配信者だったらもう最悪な家だと思うんだよね。皆さんこんにちは、マサーカツバサです。今回はリクエストにあった料理動画をやりたいと思います。今日のはですね、もうめっちゃ簡単です。藤森慎吾さんのチャンネルで以前やったあのベジファを、今日は私の動画でもちょっと簡単に説明をしたいなって思います。コンビニで買うもので簡単にできるので、ぜひ皆さんもやってみてください。というわけで今回作るのはですね、豆腐と納豆とキムチを乗せたもの、ただそれだけです。なんですけど、これがすごい美味しくて、でまあ私ご飯を食べる前とかになるべく野菜を先に食べるようにしていて、まあこれはちょっとごま油とか使ってるから厳密にはちょっとベジファとまた違うかもしれないんですけど、まあそんなこと言ってると続けられないなって私が思ってるので、なんかまあ普段野菜から取るのを意識してない方でも美味しくおつまみみたいに食べられる、朝ごはんでもいいし夜食べてもいいみたいなものが、もう本当に5秒ぐらいで作れるんで、ちょっとやってみたいと思います。最後まで見ていってください。用意するものはお豆腐、コンビニにも売ってますね、納豆、特にひき割り、キムチなんですけど、私はこのコクうま好きです。ごま油、ごま油も何でもいいと思うんですけど、これごま油めっちゃ好きなんですよ。アマゾンで買いました、このマルホンのねごま油、これが結構いい仕事してる気がする。あとはまあちょっとした昆布つゆとか、あとはまあ減塩の醤油、これはまあ入れても入れなくてもみたいな、これだけです。じゃあ早速作ります。豆腐を入れる、入れんじゃん。で、キムチ、あ、違う、納豆。納豆は私は引き割りが好きなんですけど、別に引き割りじゃなくて小粒でもいいと思います。でも引き割りが美味しい気がする。からしは入れません、私は苦手なので入れません。を入れて混ぜます。で、混ぜて乗せる。で、キムチを乗せる。これね、いろんなキムチ使ったんですけど、コクうまとかすすむくんのキムチが私は美味しいなって思いました。もう終わりに近いですよ皆さん。そしてこのごま油をかける。一周さーっと、まあ、これもお好みでかけたら、めんつゆをちょっとだけ、あ、待って、めんつゆいらないわ、納豆のタレあった、めんつゆいらなかった、ごめん。納豆のタレがあったら OK、 タレがない納豆だったらめんつゆ入れてください。で、私はもうこれで OK なんですけど、私やっぱどうしてもお醤油の味が好きで、なんでこの減塩の醤油をちょんちょんとだけちょっと垂らします。終わっちゃった。完成、じゃーん、完成です。はい、これが私のベジファでございます。これ一見ただのキムチと納豆と豆腐じゃん、味知ってるしって思うじゃないですか。もう全然違うから、これ革命起きるから食べてみ、本当に今コンビニ行ってみ、めっちゃ美味しいから。で、できればこの調味料を買ってほしい、一通り揃えてやってみてほしい。このちっちゃい豆腐とかはなんかいろんなスーパーにあるし、まあ、キムチも普通のスーパーにあるし、どれもスーパーコンビニにあるものなんでやってみてください。というわけでちょっと食べたいと思います。はい、ということでいただきます。じゃーん、
ではなんとなく混ぜます。で一緒に食べます。いただきます。うん、うん、これは本当に美味しい。なんか食欲ない日だったりとか、まあ、あとは朝ごはんとか、あとは晩ごはん、ベジファ、ベジファっていうのは、まあ、ベジタブルファーストなんですけど、先に野菜から食べて後でお肉を食べて炭水化物を摂るとかいうと、血糖値の上昇をガンと上げるんじゃなくて、こう緩やかに上げることができるので、まあ、単純に太りにくい体になるということで、私は息子とコロナ禍で一緒に食事でダイエットをした時に、そういう風にベジファを結構心がけて取り入れました。そしたら私結構5キロぐらい痩せたので、それを今でもなるべく取り入れるようにはしています。でその時に編み出したのがこれで、本当によくあるお家の中に余ってる食材なんですけど、これをごま油で入れるだけでめちゃくちゃ美味しくて、なんかこれだとみんなこうパッと、なんかお友達が来た時に例えばおつまみとして出した時とかもすごい喜ばれるし、割とねみんなに大人気だったので、これ本当に簡単なんでぜひ作ってみてください。私は本当にダイエットとしてでも、まあ単純に好きでしょっちゅう食べてます。はい、というわけで皆さんもぜひ食べてみてください。で今後はまたいろんなペッパーランチもやってみたいよね。あとは他にどんななんか料理見せてほしいとかあったら、ぜひぜひコメント欄にも書いてください。なるべくこう男性が作れたりとか、あとは女性だけど料理が苦手っていう方も作れるように、得意な方は違うチャンネルを見てください。私はなるべくこういろんな人が料理を作りたい意欲がこう増すようなものを出していけたらなっていう、自己流なんで結構なんかそういうのを普段作ってるのを今後出していきたいと思います。てか思ったけどさ、キッチンがさブルーでさ、もうここの背景も紫だしさ、もう食器も青いしさ、食欲がさ湧かないよね本当に。今思ったけどさ、もう爪も青いしさ、これ料理配信者だったらもう最悪な家だと思うんだよね本当に。いやしょうがないよね。でもまあ私のチャンネルなんで、自分が好きなことを緩くやっていきたいと思うので、これからもちょっと見てくれる方はついてきてくれると嬉しいです。はい、というわけでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、もうちょっとで20万人超えたかな、超えてないかな、どうだろう、ぜひ登録してください。50万人とか行くようにちょっと応援してください。そしてグッドボタン、これも大切です。あとコメント、これも大切、毎回みんな見たら毎回書く、押すがお願いします。はい、というわけでまた次回もあげたいと思います。以上、マスアカツバサでした。バイバイ。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。